水木七七水木ライブギャラクシー2016水木七水木七の作品七水木ライブギャラクシー七水木ライブギャラクシー2016は2016年4月9日10日に東京ドームで開催された水木七のコンサート2016年9月14日には公演の模様を収録したブルーレイディスクと DVD が発売された2015年12月24日に 水木の公式 YouTube チャンネルで公開されたスペシャル動画において開催が発表された。水木としては2011年12月の七水木ライブキャッスル2011以来4年4ヶ月ぶり2度目の東京ドーム公演となった。本公演の前の週にあたる3月31日4月1日にミューエスが声優ユニットとしては初、声優全体では2例目となる。 東京ドーム公演を開催しているが、声優ソロアーティストかつ東京ドームでの複数回公演は2016年4月時点で、水木が唯一となる。また、前回公演から4年4ヶ月で2度目通算4公演と、日本国内女性ソロアーティストとしては、最速の最多公演を達成している。4月10日の公演で、自身のライブ公演回数が通算150回に達している。 歌手デビュー15周年に達したことから、選曲コンセプトとして15年間を自身の名前にちなんで7年ごとに年代で分けており、9日のジェネスマイナスは創世期としてデビューした2000年から2007年の楽曲を、10日のフロンティアマイナスは開拓期として2008年から2014年の楽曲をそれぞれ中心に選曲し、 2015年からの楽曲を7曲両実共通で組み入れている。ステージコンセプトは、ギャラクシーの名の通り、宇宙となっており、大型演出として、宇宙魔女っ子をコンセプトとした衣装で、惑星型のバルーンに釣られた砲機に乗って2階スタンド席の高さまで飛んだほか、後半では、全長7.7メートル、重さ1.5トンの巨大、ロボット、ギャラクシーマイナス7も登場している。 後半のショートムービーでは、水木と共演歴のある石川秀夫と瀬戸正美が出演している。10日の公演の最後には9月22日に、阪神甲子園球場でライブを開催することが発表された。ライブビデオは、各日の公演をそれぞれブルーレイディスク2枚組、または DVD3 枚組で収録している。映像特典として、各日の公演メイキング映像。 バックバンド、チェリーボーイズの歌う、銀河戦士、チェリボセイバーと、バックダンサーチーム、チーム用 DA が踊る、ときめきプラネットの、それぞれ場内ビジョンで使われた映像を収録。本編では、水木ほかによる、オーディオコメンタリーを収録している。2016年9月26日付オリコン週間、ランキングでは、フロンティアマイナスが初週1 1383枚。 ジェネシスマイナスが11,231枚を売り上げ BD 総合ランキングで3.4位にミュージック BD ランキングでは1.2位にランクインした。水木によるミュージック BD ランキング1.2独占は2012年5月14日付ランキングでの七三木ライブキャッスルジャーニークイーンマイナス、キングマイナスで記録して以来4年4ヶ月ぶり通算3度目となり自身が ソロアーティスト歴代1位記録を持つミュージック BDE 部門1位獲得作品数も通算11作目となった。また2017年3月18日にフロンティアマイナスが4月23日にはジェネシスマイナスがいずれもワウワウライブでテレビ初放送された。ありがとうございます。